高賀土山インターチェンジは、滋賀県高賀市高賀町岩室にある、新名神高速道路のインターチェンジである。高河土山インターチェンジを含まない東側は、中日本高速道路、高賀土山インターチェンジを含む西側は、西日本高速道路の管轄となっている。新名神高速道路亀山ジャンクション草津多神。 IC の開通記念式典が10時より、東 IC 敷地内で行われた。国道1号から離れた場所に位置している。接続している、滋賀県道345号が土山インター線が、わずか数十メートルで2カ所も90度方向転換する、急カーブがあるために走行には、注意が必要である。IC 名称は、東 IC が、急高がちょうど、 旧土山町の旧町境付近に位置しているため、両町名を合わせた、甲賀土山となっている。インターチェンジ構造はトランペット型である。名古屋、亀山方面から甲賀市内方面へ向かう場合に利用することが多いが、2009年3月20日に、東 IC から西へ 10.2km 先に、港南 PA に併設する形で、港南 IC が開通し、わずか数分ではあるが、 甲賀市中心部へ向かう場合は、高南 ICE を利用する方が早くなった。滋賀県警察本部交通部高速道路交通警察隊の甲賀土山分駐所が併設されている。2009年3月頃に、本線への流入ランプ分岐地点の京都大阪の方向案内標識の下に名神の補助案内標識が名古屋伊勢の方向案内標識の下に、 東名阪、伊勢道の補助案内標識が、しがらき IC と合わせて設置された。名神高速道路がもうスマートインターチェンジを起点に、東 IC を経由し、名阪国道、上継インターチェンジへ至る、地域高規格道路の名神名阪連絡道路が、計画されている。国道1号に設置されてある高架地山、インターチェンジへの案内看板出口案内標識。 ありがとうございます。